はい、こんにちは。カンピオネの辰巳です。50メートルを速く泳ぐためのスピード養成コーチの辰巳です。今日は、通勤、ね、通勤中に、ドルフィンキックを鍛えるいい方法はありませんかっていう質問がありましたので、それについてお答えいたします。ね。で、まず、通勤中、まあ、立ってる時と座ってる時であるんですけど、今日はとりあえず立ってる時にね、鍛えれるドルフィンキックの方法、基礎編ということで、簡単なやつね、ご紹介いたしますね。で、まず立ちますよね。これまあ釣り革があると思いますね。釣り革を片手、まあ片手やったら結構不安定なんで、できたら両手ね、まあ一個にこうしがみつくもいいし、釣り輪のところあったら、この釣り輪のところを二つ持ってもらって、こうね、持ってもらってもいいです。で、それで安定感をまず保ってくださいね。で、この状態で足をね、ドルフィンキック打つときに足開きませんよね。だからちょっとね、揃えてくださいね。で、揃えた状態で実際にドルフィンキックを打つような感じで、目立つけどね、めっちゃ目立つけど、こういった感じでね、まあ10回やったらちょっと休憩してね、でまたバーッしばらくいったら、こう1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、ドルフィンキックを打ってるような感じでやってみてください。横向きでしたら、こう1、2、で、この時に変にこうね、上下動しないようにね、ここが上下動すると、もちろん、バタフライのキック打った時に上下動が出てくるんで、頭は固定した状態で、3、4、5、6、1、8、9、10、10回やって、休憩ね、っていうような感じでやってみてください。で、これと、で、これ負荷が結構軽いので、できたら片足でやってください。片足で持ってもらってね。で、こっちの足で1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、ちょっと僕釣り顔を手がバランス悪いけどね。で、それをまた交代ね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10ね。僕は目つぶってこう伸ばすやつ3秒しかできへんので、ね、ちょっとバランス悪いですけど、今みたいな感じでやってみてくださいね。で、次、また次の動画で応用編ね、もっとバーンと足に効くドルフィンキックの鍛え方を教えていきますね。で、まだこれはね、結構無理やりなんで、まあもしよかったら僕のリクトレの DVD とかもね、出してますので、そっちの方は、もう本格的に体幹からもう全部足からね、ドルフィンキックに効いたやつを、鍛える方法をね、やってますんで、まあそちらの方をね、また参考にしてもらったらいいと思います。はい、以上です。